台北市宿講舎は、台北市連営公舎管理中心によって、路線番号を管理され、大台北地区において運行される台湾台北市と、新北市のバス路線。主に、台北市政府公共運輸所によって管轄される、通称連営路線バス路線の集合体で、主に、新北市政府交通局によって管理される、通称二北市宿公舎のバス路線の一部を含む、連ね英バス及び、 日北市勝バスには大部分において重複しない路線番号が割り振られているが、51系統や台北客運によって運行され独自運行路線から、後に日北市区公車に組み込まれた三峡熊空線等の例外がある。大都会客運イリーズベス製ノンステップバス現在、ツラネエバスは、総計15社の業者によって構成され、その他に脱退した業者が1社存在する。 現在の参加業者脱退業者各バス業者は契約方式をもって、スラネえバスに参画し、台北市連営バス管理委員会を共同組成して運営方針決定機関とし、管理委員会のもとに設置された台北市連営バス管理センターを業務執行機関とする。運営上は統一された停留所や待合室を設置、各業者で共用し、チケットや 運賃収受方式を共通化する、以外各業者の会社組織、資産及び法律上の権利義務関係部分は大部分において独立を保持している。財務上営業収入は統合、分配後各業者自身の必要に応じて支出する方式を取る。このほか、台北市交通局は、毎年連れ A バス業者に対して2度のサービス品質評価を行い、 結果を公共交通補助金の交付、新路線申請等の参考としている。日北市交通局は、県活宿バス業者に対して、毎年一年評価を実施するほか、県活宿バスすべての路線に対しても別途評価を行う。ラカク袋公社専用道において運行される、近近客253系統バス1976年、以前、台北市宿バス業者は、 公営の台北市交通局及び1969年の民営解放後に加わった台北市交通局によって管理される4社の民営業者によって構成されていた。各業者は独自の乗車券を発売し、その仕組みは複雑で相互利用は不可、それぞれの片道運賃もまちまちであった。この多各業者の路線計画が不十分であったため、多くの路線重複や不足が発生していた。 運営効率を高めるため、台北市公民営バス連営準備委員会が1976年に成立。バス路線及び路線番号乗車券及び運賃の整合に向けた作業をおすすめ。1977年4月30日、第一段階の連禄バス路線が運行を開始、その総数は33路線であった。その後同年内に3段階に分け、 それぞれ50路線31路線16路線が、つらねえ体系のもとに組み込まれた。当時運営に参画していた業者は、従来から運行していた、市交通局バス管理課及び前述の民営4社以外に5社の民営業者、中高橋、市南客運、台北客運、三重客運、三重市バスが含まれていた。1 9八十年代後期から1 9九十年代に、かけ、 もともと台湾商工路局によって管轄されていた多くの地方路線バスが、路線番号の財布番及び運賃収受方式を、ツラネーバス同様の区、段に改めた上で、ツラネー体系に組み込まれ関係する業者が、ツラネーに参画するようになり、ツラネーバス路線は、台北県内エリアにおいても次第に拡大していった。しかし過去において、ツラネーバスはすべて、 台北市交通局によって管轄されていたため、台北県エリアにおける交通需要や運行経路、停留所についての詳細な調査や変更計画に支障をきたしていた。このため、台北県交通局成立後、県内エリアにおける運行距離が長い路線が新設されると、その管轄となった、に来たしかつ宿場路線。初期の形状は円形及び角形に分けられ、 つらね英語円形に統一し背景色は桃色とされた。すべての情報は上から下へ向かって記述される。路線番号、停留除名、経由停留除名一覧及び始発、終バス時刻、発車間隔等。停留除名を透明あるいは非透明のシールに印刷し、アクリル板もしくはプラスチック板状に粘着させたものである。時期によっていくつかのタイプに分けられる。 1> 第1期、ポール状にアクリル製褐色長方形の台座を取り付け、白色文字で停留除名を貼り付けたもの。長方形のアクリル板4枚が取り付けられており、内3枚に路線情報のシールが貼り付けられ、残り1枚に広告が設置されている。1980年代前半より使用開始された。第2期、第3期、もともと各バス業者はそれぞれ異なった。 乗車券を発売しており、自社路線のみ使用可能であった。つらねえ制度実施後、一票通用の求めにより、つらねえ管理センターから統一された紙製乗車券が発行されるようになり、種類は普通乗車券、有体乗車券、学生乗車券に分かれていた。冷房車が営業運転に投入されると専用の料金券が発行された。 改札を専門に行う車掌は合理化要求の元徐々に廃止され、運転手が運転及び改札を兼務するようになったが、運営効率の低下を招いたため改札制度は1994年、初めに廃止され、乗降者時に現金を投入する方式が全面的に採用された。その後一部の民営業者及び担当役所それぞれが、時期式。 プリペイドカード払いの関連規則を制定し、民営業者が先行して施行した。1996年9月1日、バスプリペイドカードが正式に採用され、ニュータイワンドル300元及び500元に種類の額面が存在した。バスプリペイドカードは、台北都市運の磁気式、プリペイドカードと互換性がない上、磁気式カードの処理効率が良くないため読み取りに、 失敗するケースが多く、フィド技術の進歩に伴って、バス、ューンで共通利用可能な IC スマートカード、UU カードが2002年に登場すると、バスプリペイドカードは徐々に置き換えられ、最終的に2003年10月8日、全面使用停止となった。2013年からは一通り、2016年12月には、ゆゼに、2017年には、愛禁でも、 利用可能になった。メカレエーバスのおめ費方式は、IC カード払いと現金払いが、うち現金払いについては釣り線が出ず、このため、乗車前に小銭を準備しておくことが必要である。運賃は、区間性により計算され、すべての路線は一段表、両段表あるいは三段表路線のいずれかに分けられる。現金は、乗車時、または、下車時に支払い、IC カードは、 乗車時、降車時、二度端末にタッチする。分断王様日、編集分断点、干渉区、編集台北市街の発展及び拡大に伴い、バス路線の範囲も台北駅を中心とする、中心市街地から、市郊外、台北県へと徐々に拡大していった。これにより分断点を有する両段表、三段表路線が、登場した。よく見られる、分断点は、市林、松山、 交換、A は、万年、三重あるいは台北に北市境界の淡水が及び、新店系橋梁付近等で、往々にして、乗り換えに適した、賑やかな市街地が多い。しかし、分断点を通過せずに停留所十数箇所分、以上乗車しても一区間料金で済む乗客がいる。一方で、分断点の直線から乗車し、停留所2箇所分乗車しただけで二区間料金となる、乗客も存在する。 この仕組みでは、運賃が明らかに乗車距離に比例しないため、干渉区の考え方へと発展した。多くの干渉区は、橋梁、トンネル前後の停留所に設定されており、乗り換えの利便性を高めている。早運が、段階的に開通後はその駅を干渉区の起点とする路線が多くなり、また多数の干渉区設定を促し、その区間は長くなっていった。 一区間あたりの運賃は、台北市交通局により公式に計算され、調整及び確認を市議会に提出され同意を得る。名目上、単一票化となっているが、しかし実際は、格差のある運賃規定が施行されている。現行一区間あたりの運賃は、普通運賃15元、学生運賃12元老人、身体障害者及び自動優待運賃8元がある。 場合は2点が差し引かれる。この他 IC カード仕様の乗客は、バス、都市運送方向の乗り換えにおいて、乗り継ぎ割引を受けられ、この際適用される割引運賃は普通運賃8元、学生運賃6元老人、心身障害者及び自動優待運賃4元。ただし、乗り継ぎ先のバスが2区間運賃、または3区間運賃の場合はそのうち1区間のみ、 割引運賃で計算される。2020年2月より乗車時、下車時正しく端末にタッチしていない場合、乗り継ぎ割引が受けられなくなる。詳細は、台北県市バス路線一覧を参照路線番号が1桁または2桁の路線、編集路線番号が3桁の路線、編集民権あずまじを松江路方向に左折する。 新店客運642系統バスその他、現在のバスはすべて冷房車で運行されており、後に設定された3区間運賃路線には700番台が割り当てられるようになり、300番台は使用されなくなった。数字以外で始まる路線、編集台北市外の主要幹線道路を直行する路線であり、幹線の規則により命名される。例、新規幹線、トンカ幹線、 等この種の路線は、運輸政策の要求により、他種の路線に解明されることがある。例、暮れない25系統に解明された南京幹線過去において新たに開通した都市運と重複することから廃止された路線も存在する。例、ただ高幹線と重複、さらにその役割は212直行車、212直行ただ高あずまじ系統によって大体さらに、 ノンステップバス制作及び南高展覧館開放に合わせて新たに設定された、ただたか新幹線。2017年7月5日には、幹線バス路線の全面刷新が行われた。2017年7月5日以降の幹線バス路線、編集2017年7月5日以前の幹線バス、路線、編集遊園バス、108週休2日制実施後、 市民のレジャースポット訪問の利便性を高めるため、レジャーバスのサービスが開始された。しかし、営業成績は振るわず陽明山国家公園を発着点とする4路線のみ引き続き運行され、その後特定期間のみ運行される路線が追加された。現在レジャーバスは2種類に分類され、うち1種は、土休日に固定して運行されるもの、もう1種は、 陽明サンフラワーフェスティバル期間あるいは特定の祭日に運行されるものである。レジャーバス路線の系統番号は停留所標識に緑地に白地で表記され、貫 a バスマークに台北市長が欠けておりその他一般路線の標識とは異なる。台北市立動物園はもともとそれを発着点とする3路線を有していたが、1999年から2000年に かけて廃止された。2009年1月26日、パンダ展示に合わせて、再度百120から122系統3路線が、台北市立動物園を発着点とし、土休日に固定運行されるレジャーバス路線として設定された。近郊山岳地域の住民が市街地へ外出する際の利便性向上のため、1979年により、 山岳小型バスの運行が開始された。路線の多くは山道及び平基地の協力間を運行し、山岳区間及び平基地区間ではフリーストップ、市街地区間では固定停留所のみ停車としている。この種の路線は、系統番号がすべて小より始まる。初期において小型バス路線は、大半が20人乗り小型バスによって運行され、 台北市交通局路線バス課に委託経営されていた。交通局路線バス課が民営、法人化された際小型バス路線はすべて譲渡され、大南汽車首都客運及び東南客運によって引き継がれた。引き継ぎ業者の小型バス路線運用意欲を高めるため、多くの路線において引き継ぎ運行区間を調整することを承認し、 山岳地域住民へのサービスと運行業者の利益を考慮することになった。一部の路線は調整後山岳地区及び早運営機関を運行するようになり、早運連絡バスの性格を検備し必ずしも小型バスで運行されなくなった路線もある。白愛バス移動困難者、特に車椅子を使用して移動する障害者のため、台北市役所は台北市交通局路線バス課を通じて、 特別に、白愛バスを設定し、営業車両は、アメリカインターナショナル自動車製を採用、車椅子を、積載可能なリフトを装備している。目下2台のリハビリバスのみ存在し、その路線は277系統と同一であり、車椅子を使用する必要があるものはあらかじめ、リハビリバスの運行時間を確認する必要がある。市役所は、移動困難者へより多くのサービスを提供するため、 照明があり5名以上の利用であれば、リハビリバスのレンタルをしている。ノンステップバス導入台北市交通局路線バス課は2001年、ハンガリーイーカルス車両工場より、車体ごと30台のノンステップバスを輸入し、病院を経由する路線において車いす利用客の送迎用として投入した。ノンステップバスが配置されている路線には22,41,49,63、41 49 63 74、222、270、277、285、287、601、606、630、系統等があり、固定時刻のみ運行されているため、車椅子の利用がある場合は事前に発車時刻を問い合わせる必要がある。近近客運は2003年に2台の車体傾斜装置付きノンステップバスを製造。 車椅子の上げ下ろしが可能であり、目下254系統及び672系統に配置されているが、時刻表がないため狙って利用することができない。新幹線路線詳細は、新幹線路線バスを参照障害者の数が元々少なかったため、リハビリバスの予約手配及び自宅送迎が徐々に不変化し、固定時刻運行の効果が相対的に低下することになったため、 2008年より、台北市交通局が、ノンステップバス仕様の新路線設定に対し補助を開始したのに伴い、各業者はサイドノンステップバスの導入及び、新幹線路線の運行を開始した。市民ミニバス M5 系統2007年より地域と早、運営機関のラスト1マイル送達サービスを提供するため、台北市交通局は、市民ミニバス路線計画を打ち出した。 路線の多くは、他地区にまたがらず、早運駅、またはバスターミナルを経由し、地域住民の通勤の便を図っている。各路線番号はみな市民省ともへの4文字から始まる。台北市交通局はもともと11本の市民ミニバス路線を計画していたが、内大道区及び、満月の京四路線が、西区風化再現政策に合わせべと、テーマバスとして計画されたほか、 残りのうち6路線が2007年末までに順次運行を開始した。2008年より運行を開始した特定テーマ路線は観光利用を主とすることを強調したバス路線であり、その性格は市民ミニバスとレジャーバスの中間に位置する。目下この性格を持った路線は多くが万月、大道区等比較的早期から発展した台北市西部で運行されているが、これは 台北市交通局が本来大道区及び、満月における4本の市民ミニバス路線として計画され、その後評価を経た結果路線の性格が、通勤目的の市民ミニバスとは明らかに異なることから、西区風化再現政策に合わせ、別途特定テーマ路線として計画されたことに起因する。目下2路線が2008年初めに運行開始し、初期段階において、 運賃無料で市民に提供されている。1999年により運行開始された都市運連絡バスであり、主に早運駅と早運が運行されていない地域を往来する乗客にサービスを提供することを主な目的とする。路線は必然的に早運駅もしくはその周囲を経由することになり、またその多くは駅を路線の終端とする。路線番号の前に 台北都市運路線の中文及び英文式名を監視識別する。早運王線、東園機場早運は未開通であるため、早運連絡路線は計画されていない。早運連絡バス、紅れない26この種の連絡路線は大部分が1、区間運賃であり、多くの路線で営業距離はそれほど長くはない。しかしながら一部の連絡路線は、比較的長距離で運行され、 異なる都市運路線に属する2つもしくはそれ以上の早運駅を経由するが、旧来通り一区間運賃のみ徴収している。その他二区間運賃を徴収する連絡路線があるが、大部分は路線延長により一区間運賃では不適当になったもの、あるいは他の二区間運賃路線と重複することによるものである。早運連絡バスが運行開始した当初は、 所属車両のバンパーを経由する各早運路線の色に塗装することが必須であったが、後に路線番号前の色に塗装するよう改められた。現在一律にこれを強制する規定はなく、一部の路線ではすでにバンパーが所属業者の標準塗装に改められている。例、近々客運緑には、早運主線、緑線及び立花線の駅を経由するため、初期において、 所属車両のバンパーは茶色、緑色及び大色に塗らなければならなかったが、後に緑一式に統一され、現在大部分の車両はバンパーがピンク色に改められている。近年来メーカーが次々と内向鍵円区及び南高南大円区に進出し、各円区の関連道路の大幅な交通量増を招き重大な交通上のボトルネックとなっていた。このため、 台北市交通局は2006年に通勤時間帯における遠区と、主要場や運営及び、二北市の一部地区を結ぶ発車時刻固定の路線を計画し、状況の改善を求めた。この種の路線の多くは、バイパス道路やバス専用道を経由し、直接目的地に到達する。百六十区間車路線番号色の特例、百十一青線、つらねえ、 バス路線において、同一路線番号を使用しているにもかかわらず、運行区間が異なる路線が数多く存在する。通常うち一路線を正線として選定し、番号を赤色文字で表示する。その他路線番号が同一で、運行区間が異なる路線はその特性により、種別区分され、番号幕もしくはフロントガラス等に表示される。路線種別、路線番号色の特例。 また400番台の3桁番号路線も現在に至るまでない。その他一般路線、小型バス路線において依然として13という番号は存在しない。ありがとうございます。